どうもー、影庵です。親父がね、チューリップを知らん間に、これは野菜じゃないんですけど、チューリップを植えてたというところでですね、これはイチゴですね。イチゴは来年の春と。で、チューリップの来年の春なんですけどもね、これはブロッコリーとキャベツ。右側がキャベツですね。で、これですね、これが、チューリップをこう植えたと。まあ、来年の春ですね。春を楽しみにというところで今日は以上となります。ありがとうございます。